皆さんこんにちは。今回はサーティーズナップルで行こうと思います。ぜひワクワクしてください。で制作した2台の38年のナックルヘッドを紹介したいと思います。こちらがヴィンテージスタイル、ボバースタイルになります。ボバースタイルは見た目の通り軽快に走るので、今日はこちらで遊んでみようかなと思います。よっしゃ、早速行きますか。俺が乗るんですけど、サーティーズはほとんどパーツは1年ごとに違うんだよね。例えばエンジンだとね、ヘッドは36年、37年はロックアームがむき出しなんだよね。38年からカバーがついてくるんだけどさ。へぇ、メーター周りも似てるんだけど、1年ごとに違うんだよね。え、1年ごとに違うんですか。パーツを見つけることとかも考えると作るの気が遠くなりますよね。だから魅力的なのよ。走るナックルは一味も二味も違いますね。でもやっぱ僕が乗ってた方が10倍も100倍もかっこよかったり違いないって、林さん聞いてます？さっきから何読んでるんですか。ケイちゃん、これ知ってる？これ円数字ダストって言うんだけどさ、ハーレーが当時毎月出してた書籍なのよ。でそれを1年分まとめたやつがこれなのよ。でさ、この写真がいっぱい当時の出てるわけですよ。これを見てさ、俺はもうどれだけ勉強になったことか。あ、俺、へえ、こんな書籍があるんですね。じゃあ次回から僕の武勇伝も掲載してもらって。あー、皆さん楽しんでいただけましたか。次回も頑張ります。お疲れ様でした。皆さん、ファンレター受付中、プレゼントも受付中、高評価大歓迎、チャンネル登録よろしくね。